シューシュタルはイラン・フーゼスターン州にある古代以来の要塞都市である。州都アフバーズより約9 2トル離れたところに位置しており、2005年現在の人口は約9万人である。シューシュタルはアケメネス町時代にはシェアクターと呼ばれていた。この名前はアケメネス町の首都であったスーサにも関連しており、スーサよりも立派な都市を意味する。 サーサーン朝時代になると、シューシュタルはカルン川に浮かぶ中州となり、サーサーン朝における夏の首都に選ばれた。カルン川は、シューシュタルを囲む堀の役割を果たし、東、西、南の三方にシューシュタルの町へ渡ることが可能な橋が架けられた。シューシュタルのそばを流れる、幾筋の河川が、シューシュタル周辺の農業の発展に貢献した。そこでは、 砂糖キビや主要農産物が生産された。サーサーアン朝のシャーであるシャープール一世は、ローマ帝国皇帝ウアレリアヌスを打ち破った際に、ローマ人捕虜を用いて、カエサルの橋と呼ばれる550メートルの長さに及ぶ巨大な橋梁、ダムを建設させている。シューシュタルの周辺に張り巡らされた水利網をゴナットと呼び、河川と溜池や建物とを結び、 シューシュタルの町に水を供給した。戦時には、シューシュタルの縄文は閉じられた。これらのゴナット群は、今日でも、シューシュタルの地下室でも見受けられる。19世紀になると、シューシュタルの水利施設は、存亡の危機に立たされた。結果として、19世紀以降、シューシュタルは衰退の一途をたどり、1973年に、モハンマドレザ・パフラビーがシューシュタルの再建に動くまで、 水退が続くこととなった。1973年、パフラビー町は19世紀以降、水利施設が荒廃していたシューシュタルの再建に乗り出した。塔、ダム、橋などで構成され、カール運河のギャルギャル運河とシャティート運河の二つの主要な運河を含み、ギャルギャル運河は製粉場に通じるトンネルを経由して、現在もシューシュタル市に水を供給し、 フゼスターン州における農業を進行させた。軽い農業産業会社によって、シュたる旧市街の対岸にシュたるニュータウンと呼ばれる街が建設された。シュたるニュータウンの建設によって、シュたるにおける佐藤産業に従事している労働者の住居を提供する一方で、シュたる旧市街の再生に関心を持たせると同時に、この地方の経済発展を目指していた。 2009年、シュたるの推理施設はユネスコの世界遺産にシュたるの歴史的推理施設として登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。